どうもまー、あ、ちゃんなんだけど、皆さんそろそろだと思いませんか？そろそろなんじゃないかと思いませんか？そうです、そろそろボブのハイエースのシフトノブを変える時期がやってきたんです。どうも仕事帰りのまーちゃんです。前回3ヶ月ぐらい前かな、サブチャンネルの2個目の動画で上がってるんですけれども、ボブのハイエースのシフトノブを勝手にコブラに変えてみたっていうあの動画があるんですけれども、ずっとまああれからずっとコブラなんですね、ボブの車。わりかしもう愛着湧いてるぐらいずっとコブラなんですけど、ちょっとそろそろ飽きてきたなと思って、なんで変えてやろうかなと思ってまた用意しました。そしてそれが今日届きました。見せますね。今回はコブラからブッダに変えてやろうかなと思って、ブッダ、これ縁起がいい感じでね、今回はこれに変えていこうかなと思うんですけれども、まあ明日釣りなんですね。そして明日はなんとザックがいます。なんで協力者1人ゲットいたしました。なので今からザックに電話して、ちょっと明日の、まあ、任務の内容を確認したいと思いますので、ちょっと今から電話しますね。出ない。この日ボブは買ったばかりの一眼レフを使いたくて全然釣りをしようとしません。ボブが釣りに夢中になっている隙にシフトノブを取り替えに行く作戦がなかなか実行できません。しばらく釣りの様子をお楽しみくださいませ。魚また何インチ？5。盛大にいったな、いったな。軽快にいきました。いったな、復帰できるそれ。いやーこれ S 級ですね。小さいんやな多分。来た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 。来たわ。うわ、釣れとった。もう負けかと思ったら。釣れてたな。釣れてたわ。しゃあ。小さいわ。一眼でかっこいい。狙い通りやけど小さいね。あれやな、かっこよくなっちゃってるんじゃない？どうせ一眼レフで。いや、あんまりかっこよくなかったよ。そう。うん。マジ変なやつ。面白い。ヒキーって言って。池の真ん中で池の真ん中で引けって出てきてほしいよ。そんな池の真ん中で変なやつ出るならそれこそバズるやん、うん、バズる引け案件は。なんか釣れた時のさ、うん、合言葉引け。いいね、引け。来た来た。ヘケフィッシュ。ヘケフィッシュ。フィッシュヘケ。何ヶ月ぶりかのバス。お前やな。ドヘケが釣りたい。15センチぐらいやな。二人ともめっちゃちっちゃいのしか釣ってないで。うん、小ヘケ。よっしゃ、来た。中ヘケ、中ヘケ。ヘケ。
中平系中平系ガップ系ハーモニカですよ。ヘモニカっすわ。ほらヘケモニカやん。ヘケモニカ、ヘケモニカ食い、ヘケモニカ食い、ヘケブルーを、ほんまや、ほんでヘケブルーの T シャツ着て、うん、もう合わせに行きます。トリプルヘケやん。ヘケヘケフィーヘケ。チャンス、今チャンス、今チャンスやね。なんでチャンスっていうか、話そう話そうと思ったの。めっちゃさ、なかなかさ時間が作れんくてさ、今さ準備しとるんやんか、うん、で多分上か下かでやるつもりやから彼は、うんうん、そこの時がチャンスや。 OK です、うん、まあタックル変えるっていうので、そうそうそう、手で付けに行ってよ。 OK、うん、です。はい、起きてまうで、はい、じゃあね、はい、ワンキャストずつでさ、どっちが先釣れるか競争しようや。勝負しようや。ええとこ投げなあかんから。行くで。これがどこまで飛ぶかの計算もいるから、結構飛ぶと思うよな。全然足りんかった。あ、疲れてる、でも。めっちゃ疲れてる。ああ、持ってけ。行くで。ワンチャンある。あどうせえへん。はーい、移動します。マジでうせえやろ。どうした、どうした、どうした、変わってる、まだ変わってる。嘘。いや、かっこよくなってるやん。今回はあのブッダに変えてきた。でもまた緩いね。めちゃめちゃ緩いやん。取れるって。ちょっとザック、もっとちゃんとつけてよ。ちょっとちょっと、とりあえず刺しただけ。いや、めっちゃいいやん。でもこれ探しに探してん、ブッダ。うそ、ちょっと演技やろ。いや、嬉しいわ、なんか今回は。めっちゃ嬉しい。いや、でもこれいいやん。やろ、うん、ブッダモデルやから。めっちゃいいやん、うん、面白い、なんか書いてあるわ。そうやね、ちゃんとしかもそれ掘ってあるやん、うん、昨日届いた。嬉しい、嬉しいドッキリやわこれ。いや、まさかこんな喜んでくれるとは思わんかったわ。いや、前のが俺ちょっとやっぱ嫌やってん。コブラ、うん、やっぱ恥ずかしかったよあれ。恥ずかしかった、恥ずかしかったん、うん、これはいいわ、ブッダは。うん、これもうな、あ、目光っとるわ。それだけが知らなかったんか。そう。私、あの前撮り撮ってきとる。嘘。いや、
ありがとう、なんか嬉しいわ。いや、しばらくはコブラからこのグッタで。そうね、うん、これでいこう、これでいこう、うん、しっかりはめよう、うん、うん、そうね。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。